皆さんこんにちは。東京芸術大学大学院映像研究科ゲームコース展04作品公表会を始めたいと思います。今日公表対象となるのは、修士修了作品2作品、そして1年次制作作品、4作品です。で、今日公表していただく、先生方をまず、ご紹介したいと思います。中央にいらっしゃる町場勝俊さん、はい、町田さんは、XR コンテンツプロデューサー、それから、本学の、ゲーム概論の講師もしていただいています。町場さんよろしくお願いします。それから、時田隆さん、時田さんは株式会社スクエアニックスプロデューサー、そして、本学大学院映像研究科の特別教授を、していただいております。時田さんよろしくお願いします。それから、八谷和彦さん、皆さんポストペットの作者として、ディレクターとして、有名な方ですけれども、メディアアーティスト、そして、本学のですね、美術学部、先端芸術表現科教授でいらっしゃいます。八谷さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私なんですけれども、映像研究科教授岡本でございます。よろしくお願いします。じゃあ今日もう早速ですけども、1作品目からいきたいと思います。まずはですね、李木陽さんのルームメイドです。私の、反対側にいらっしゃるのが、作者の李木陽さんです。木陽さん、作品について、簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、わかりました。この作品はやはり自分の部屋に関する感情を全部含め作った VR 作品ですね。あとはプレイヤーはピンクの海の底にいて、家具が家具を、落ちてくるのを見ている中でということです。タイトルのルームメイトの同じように、プレイヤーをワンルームから作られた寂しさや にぎやかさを体験させたいという作品なんです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、先生方はちょっとね、事前に体験していただいているわけなんですけれども、まあ、VR なのでちょっと町場さん、ちょっとご感想などを率直に聞かせていただければ。そうですね、VR 浮かぶって一番最初に感じたのはすごい可愛らしいコンテンツだなっていうのはすごい感じていて、で、VR ってやっぱこう 何度か見ないとちょっとわからないところはあるので、まあ、今日ちょっとあまり時間がなかったので2回ぐらいちょっと見させていただいたんですけど、これはユーザーは重力をあるんですかね。なんか一応床見たらピンクの世界だったんで浮いてるのかなと思いきや、空から降ってくるので自分は多分そこにいて上から降ってくる感覚なのかなっていうのをちょっと思ってやってたんですけど、その辺でどうだったりするんですか。実はそういう設定はなかったんですけど。なるほど、なるほど。すごいなんか不思議な感覚だなと思っていて、自分が宙に浮いているのか、ただでも上から降ってきて自分のところに物が吸い寄せられているのか、なんかこう自分の近くに来るとなんかこう物が停滞とかするので、そこになんかどういった意味が隠されているのかなというのを細かく聞きたいなというのをすごい思っていて、例えばいろんなものが降ってくるので何かこう一番重力を感じるものとか、ふわふわ浮いているものとかの違いとかってなんかこう個人的にあったりするのかなとか、なんかそのいろいろこう物によって寂しさがあったり楽しさがあったりって先ほどおっしゃってたんで、その辺とかこういろいろこう自分の中で多分考えてもいるでしょうし、なんかこう考えても考えてないところでなんかそういう表現っていうのがあったりするのかなと思いながらちょっと見てたんですけど、あの辺の物の落ち方とかそういうのを考えてたりされてるんですかね。重力というポイントは正直に考えてなかったんですけど、浮いているところはやはり全体的に大きい核や小さいものでも全部プレイヤーを巻き込まれているそういう雰囲気をまず作りたかったんですので、はい、そして核の種類についてはやはりちょっと、中国が70、80年代の古い核のイメージも入れて、それはですね作品を最初に考えていた時は
自分の私のおばあちゃんも おばさん、うん、あの今は50歳頃の独身の女で、やはりそのような人は中国のなんか小さい町ではやはり言われるんですよ。この人はあの女として一人住むのは寂しいじゃないですか、うん、でも私の目から見るとやはりこの人はあの、まあ、なんていうか好きな部屋とか好きな家具に突っ込まれて、やはり楽しいは楽しいんじゃないかなって、あのそう、私たち後輩の目からはやはりそういうイメージがあって、だからそういうあのなんていうか、うん、コントラクト、衝突しているところをやはり全部家具に入れて、あの全部そのピンクの海にあの入れました。大体こんな感じです。ありがとうございます。なんかでも大枠それはすごい伝わったなっていうのはあったので、すごく気持ちのいい世界だなとは思っていて、なんで重力の話をしたかっていうと、結構 VR の作品って重力のない作品が多くって、それこそあの結構ベネチアの映画祭とかでもノミネートしてグラビティ VR って延々落ちていく作品なんですけど、主役の作品で、で物がずっとこうあの宙に浮いていくっていうか、ずっと落ちていくんですよね。でそこがなくって、でそこにはまあ最後あのちょっと落ちが隠されてるんですけど、そういった作品があったりとか、あと去年かな、マルコ&ポール・ゴーアラウンドっていうのは、なんか男女のカップルがあの喧嘩を押し始めるとどんどん重力が壊れていくっていう作品があったりとかして、でやっぱ VR はやっぱり一番 あそこには別に重力がなくてもいいっていうのが一番あったりはするので、表現的にはすごくこうあのやりやすいところなんですけど、そこをどういうふうにこう今回あのモキオさんがどう使っていくかっていうのはすごい興味深いところですし、今後もしこうもっとブラッシュアップしていくのであれば、なんかその物とかにそのいろんな思い入れがあって、そこにこう重力のなんかいろんなものがこうあの現れると、よりこうなんだあの表現したいことが見えてくるのかなっていうのと、もう一つなんかこうあのちょっとこう物に触れられたりするとちょっと楽しいなっていうのは思いました。で世界観があの、これまたあの過去の作品で水重頼子さんが作ったオタワメレって作品なんですけど、あれもなんかこうなんか柔らかい感じだったりとかを、まあ、VR の中でこう触ったりとかしてあの楽しませるような作品になっているので、もうちょっとこうあのインタラクションがちょっとあったらよりこうまた楽しくなるなっていうのは思ったので、すごいなんかでも可能性を感じてて、最初 あの体感した時すごくあの気持ちいい作品だなっていうのが一番思ったところです。はい、八谷さんも盛んに触りたいと。そうですね、あの例えばあの部屋の中に、部屋っていうか空間の中に出てくる、まあ、あの木戸さんの家の中のものだと思うんですけど、それに対してのこう愛情みたいのがすごくあのそれぞれにちゃんとあるのは伝わってくるんですね。で、まあ、デフォルメされてたり、まあ、トーンが一緒になるようにコントロール、色とかがコントロールされているのが素晴らしいと思ったんですけど、まあ、そうするとやっぱりこうあの VR の世界だからと、まあ、今コントローラー持ってたりとかハンドコン手があの、使えるから、まあ、やっぱり触りたくなるというか、よりこう手に持って近くで見たいみたいな気持ちがやっぱりあるんで、まあ、もしあの作品を発展させるとすると、あのオブジェクトは今のままでいいと思うんですけど、やっぱりちょっと近づいてて手に取ってみるみたいなことができると素晴らしいなと思いました、うん、はい、でもやっぱりもう一点あの僕がいいなと思ったのは、まあ、時間が短いというかあまりこう時間関係ない作品、まあ、映像って普通はタイムベースっていうか、あの始まりと終わりがあったりするんですけど、 VR だと別にそこがないあの世界が作れるんですね。でもやっぱりこう例えばずっと体験するのにすごい時間かかっちゃうものになっちゃうこともあるんですけど、まあ木戸さんの作品はもうパッと見てあのすごくこうその世界が一変にしたら絵画的なところはすごく良いなと思ったりとかしました。ですので、一個ずつものも見れますもんね。そうですね、はい、これは何だろうか、なるほど。そうすると、ね、これね、見たい。寄せてみたいな。ああ、絵画的っていう言葉は初めてちょっと。そうですね。あの、はい、絵画、まあ、映像も絵画もあの、まあ、うちの扱う人多いんですけど、やっぱり、まあ、映像ってやっぱり最初から最後まで全部見ないとあの、まあ、評価できないし、いいか悪いかも判断できないんですけど、絵画は逆に言うと一目で引き込まれるっていう、一目で引き込む力があるのがやっぱりいい作品だったりするんですけど。
どっちかっていうと、モフルさんの作品はそっちの傾向に近いものかなというふうに感じました。ありがとうございます。でそして時田さん、あの毎週ゲームゼミで、Zoom でね、あのオンラインで参加していただいて、いろんなアドバイスしていただいてるんですけど、まあ、あの学生の作品が、まあ、生まれる時からずっとプロセスをご覧になってくださっているんですが、いかがでしょうか。そうですね、今回の作品は最初はなんか車の中だったんですね。それなんか海の底に沈むみたいな感じで、その車の中にこう生活用品があったりみたいな、もっとこうなんていうのかな、いろんなメタファーが入ってた気がするんですけど、それを一人暮らしの部屋っていうのにまとめて、どうやっていくのかなっていうのを過程で見てきたんですけど、当然ね、その中にこうインタラクションがあったらいいんだみたいな話もあったんですけど、なかなか初めての VR 作品でインタラクションをやって、しかも重力を扱うのって結構ハードルが高かったと思うので、あの、まあ、世界観をどう体感してもらうか多分特化したと思うんですけど、色使いがすごく印象的ですよね、うん、先ほどね、あのおっしゃってたようにやっぱりこう寂しいけど楽しさもあるみたいなと思って、一人暮らしの、ね、いいところってやっぱりその寂しい楽しい両方あるところだと思うので、僕も初めて一人暮らしした時には24時間好きにできるっていう自由と、やっぱりちょっと数ヶ月のあのホームシックになったりもしたんですけど、その感じを足してるからでこう楽しさみたいなのを表現してるのかなっていうのが、すごく独特な世界観を作ってるかなと思いましたね。あとこういろいろ待ってる中で、冷蔵庫の中と食べ物の中に黒いっていうのが、あれはなんかカビが生えてたりするんですよね。ああ、そうなんだ。見つけられなかった。これ多分最初の頃なかったなと思って、ね、多分仕上げの中でこう生活感を出すためにやったのかなっていうのがあったんですが、やっぱりカビだったんだ。あの今のお話もあったけど、インタラクションを入れなかったのはあえて入れなかったのか、それとも時間がなかったとか、ちょっとスキル的に足りなかったとか、そういうことなの？後者ですね、後者、うん、なんか時間もないですし、やはり能力が足りないですかね。なるほど。じゃあ今後最終的な最終バージョン、将来あるとすればインタラクション入れようかなみたいな、うん、なるほど、そういうことですね。あと、まあ、先生方にもご意見聞いてみたいんですけど、そのこの作品、その彼女のおばさんが、まあ、モデルとなっていて、やっぱりこうそのおばさんの部屋っていう、こうやっぱり生活感だったり、でもそれの生活感が感じられながら誰もいないっていう、なんかこの、あの寂しさみたいなものもテーマにしているような気がするんですけど、今我々は本人から背景を聞くから分かりますよね。これ全く知らない人がこれ見た場合に、あのそこまで感じてくれるのかっていうのは、逆に言うとそこまで感じさせるための必要があるのかっていうのは、ちょっとご意見あれば。 VR の一番面白いのは当事者にするってことだと思うんですよね、うん、一人称視点になる、そのに強制的にする、だからあのまあまああの何だろう、その寂しさみたいなのは僕は中で感じなかったんですけど、でも一個ずつのものに対しての愛があることはちゃんと伝わるっていうのがあって、うん、それはあの、まあ、コメント聞いてて、そのあのあなるほどそういうことなのかと思ったんですけど、そのなんていうんですかね、寂しさ的なのは伝わらなかったんだけど、でもこう それぞれに対して愛着を持ってこうあの買ったのか部屋の中に置いてあるんだろうなみたいなのはすごく伝わったと思います。なるほど、うん、だから逆にあそこの中に誰か人がいるよりは、やっぱり自分がその人になる、一人暮らしの人で本人になるっていうところが、やっぱり木さんの作品すごい一番いいところかなっていうふうには僕は感じました。あ、じゃあ わざわざその言う必要はない、感じさせる必要はあんまりないかなみたいな、まあ、そこで想像させるのがいいのかな、その余白があるというか、なるほどね、あのそのここに生活してる人は今は出かけてるんだけど、自分が突然そこに入ってで本棚見ちゃったりとか、小物の椅子、あの皿の趣味とか家具の趣味を見たりとかっていうふうにどんどん想像していく余地があるのがすごく良いとかなと思いました。先ほどあの八谷さんが絵画的って言ったんですけど、僕も最近その VR とか行く先絵画的だなと思っていて、はい、多分タイトルとかあのそういうその作品の様相を感じさせるいろんなヒントをこう多分隠していくことがすごく重要 で、それこそストーリーテリングって自分で言い始めたんですけど、 VR のすごく合わな
て、ストーリーリビングっていう言葉がちょっとずつ始まってるんですけど、要は空間の中でこう自分自身体験者も生きていて、で木曜さんが描く世界をこう自分の世界観と合わせながらこういろんなことを感じていくこともすごく絵画的だし、そういうあの体験の仕方っていうのもあるのかなって思っていたので、もちろん文化、僕らとも文化も違う中でこの世界を見てどう感じるかっていうのはまあそれぞれの自由だったりするんですけど、木曜さんの狙いもありながら自分たちの感じ方もあって、どういう作品に見えていくかっていうのも一つ面白いところなのかなと思うん で、ただ木曜さんがやるべきことは多分その一つ一つのパーツで、そういうその寂しさだったりいろんなものを、さっきのカビ僕気づけなかったので残念なんですけどなんかそういうのとか見た時にちょっとなんか寂しさとか違和感を感じて、はい、いろんなことを巡らせられると思うので、なんかそういうものがあのこの作品の面白さだったりするのかなっていうのは。なるほど、ルームメイドというタイトルも非常にあの絶妙なんじゃないかなと思いますし、ルームメイド込めた思いっていうのはどういう思いだったんですか？主には辛かったんですね辛かった、しんどいでした、うん、ああそうなんですか。 あれすいません、質問はその制作のルームメイドっていうタイトルに込めた思い、はい、なるほど。うーん、特にあの変更がない、いやタイトル に対してはあの辛いとかあの楽しさは特にないんですけれども、うん、はい、ただ単純に私が日本で一人住んでる時もすごくあの楽しさとあの寂しさを同時にあの感じるので、それはあ全部このルーム一つのルームが与えられたんだなって、あのそういう理由で単純にルームメイドの名前をつけました、うん、いやメイドなのでこう見る人が作ってるみたいな、そういう思い込めてるのかなと思ったんですけど、そういうなんていうかしら、例えば私が部屋の中に寂しいを感じているときは ある程度で自分でコントロールできないですよ、あの寂しさに落ち込むっていう感じだから、だからその寂しさは私が作るわけじゃなく、うん、そのなんかこの環境が作られる、うん、その感じですかね。すみません、ちょっと下手な説明で、いやいや、うん、こんな感じです。わかりました。あとそうですね、その他先生たち何かございますでしょうか。まあ、彼女はあのティルトブラシって直接あの VR の中で描く手法とか使っていて、うん、そうなんですよ。まあ、これも挑戦でね。3D でモデリングされたもので、フォトリアルなものは僕はすごく散々見てるんですけど、うんうん、やっぱりちょっと、まあ、お皿とかもちょっといびつだったりとか、ティルトブラシで作るとどうしてもそうなっちゃうんですけど、うん、まあ、さっき僕が絵画的って言いましたけど、やっぱりティルトブラシで作るとやっぱりちょっと絵に近い方向に行くので、それがプラスに働いた感じがすごくしますね、うん、やっぱり、まあ、木曜さん自身は学部時代にアニメーション学んで、ゲームはね、ゲームとか VR とかの今回修士作品で1年次と2年次で挑戦したんですけど、やっぱり直感的に絵が上手い人はああいうティルトブラシとかすごい向いてるっていうか、そのやっぱり能力を最大限に活かせるかな本人首かしげてますけど、逆に言うとやはりインタラクティブというのもすごく入れたかったんですけど、ただなんていうかできなかったんですね、技術っぽいのは、うん、いやだからここが問題で、そのいやゲームコースやっぱり一人で作る、まあ、もちろんその一人で作るという選択肢もあるんですけど、コラボレーションをするという選択肢もあるんですよ。で、まあ、これ学生それぞれによるんですけど、もう少しこうコラボレーションしやすい環境を作っていくということもすごく重要なのかなと思ってまして、まあ、十分それがまだ手当てできてないところはあるんですね。まあ、先端でも今年卒生、まあ一組ゲーム作ったんですよね。ゲームを3種類作ったんですけど、それはコラボで2人でやってて、はい、2人で出していいですかって話して、まあでも今アートもコレクティブとかの時代だからいいんじゃないのってことで、あとあっさり今まで例なかったんですけど、はい、まあ、ゲームとかだったら逆に分業するのが普通だしっていうことで、まあ、学部の学生なんですけど2人で作りました。なるほど。でやっぱり一人で全部やるのはすごくやっぱ大変なので、やっぱり例えば、うん、まあ、オブジェクトができていたらそれをこう動かしたり、
聞き出せたりするっていうのは、あのね、あの得意な人と一緒にやったら、あのすぐじゃないかもしれないけど、うん、できるのでぜひ挑戦してほしい気がしますね。そうですね。あのゲームコースの学生の中にも、あの自ら見つけてきたその外部の方とかと一緒にやってる作品もこれからあの今日公表していただくものの中にもありますし、まあ、その辺はあんまりこう学校でどうしなさいっていうのは決めてないんですよ。一人でやるっていうことが今の時代ちょっとそもそもなんか普通でもないっていう気がしますね。そうですね。なんかこうやりたいことが制限されちゃうのはちょっともったいないですよね、うん、なんかそれがどんどん想像力が、うん、実現化された方が絶対いいと思うんで、やれることでこうやっぱ表現しちゃうと、うん、ちょっとあやりきれなかったなってなっちゃうんで、そうちょっとそうですね。アニメーションもゲームも大体もう今集団制作ですし、うん、漫画ですらアシスタントと一緒に作ったりしますから、まあ全部自分一人でっていう風に考えなくてもいいっていう気がしますけどね、うん、今の時代だと。そうですね、いろいろツールとか、ね、あの知識も含めてなんですけど、今ネットからどう集めてきてどう再構築するかみたいな時代なので、やっぱりなんか特にあのこう落ちてきてあと触るところとかって、あの経験者とか詳しい人であれば、こうすればこれ使えばできるよみたいな情報も得られると思うので、そういう意味ではあの誰か相談役とかちょっと手伝ってくれるみたいな人でもいると全然世界が広がるんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。奥上さん頑張ってね、卒業しても、はい、では、李木陽さんのルームメイトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次の作品に行きたいと思います。フ・ビクンさん作モン族の歌です。あの日本ではですね、ミャオ族っていう名前で知られている、あのご存知の方が多いと思うんですけれども、まあ、中国の少数民族の、をテーマにしたゲーム作品です。じゃあ作者のフ・ビクンさんです。ビクンさんからじゃあこのゲームについて説明してください。こんにちは、フ・ビクンと申します。私のゲームはモン族の歌。このゲームは子ども向け音楽パズルゲームです。モン族の歌という中国古い文系の原文に合わせてゲームの世界観を作りました。そして音楽の部分もモン族の古い楽譜と民族の曲に基づいて改変して、新しい姿でゲームの中に表現します。以上です。はい、はい、ありがとうございました。先生方いかがでしょうかね、体験していただいて。八谷さんいかがですか。ですね、僕もちょっと先ほど体験させてもらったんですけど、やっぱり一個残念だったのはちょっとバグがあって途中で止まってしまったことがあって、ちょっと全部を見れてないんですけど、そうですね、すごくこう例えばある地域の文化をゲームという形で伝えるのはすごく面白いと思いました。で、ただなんていうかアドベンチャー的なパートと音ゲー的なパートが実はミックスしている作品で、僕はそのまあ音ゲーパートの方がメインかなっていう気もちょっとしたので、そうすると、まあ、僕がそのバグがあって止まっちゃったのはアドベンチャーっぽいパートで止まってしまったんですけど、どっちかというとメインは音ゲーパートをきちんと作った方が良かったかなとはちょっと正直に思いました、はい、あともう一点、僕カポエラをやってたんですけど、ブラジルの格闘技のカポエラっていうのはちょっと、まあ、体のトレーニングのために、40代の前半ぐらいやってたんですけど、カポエラって面白くって、まあもちろん身体的なトレーニングもするんですけど、歌もやんなきゃいけないんです。歌と楽器をやんなきゃいけなくて、そこで初めてポルトガル語、もちろんポルトガル語知らないんですけど、ポルトガル語の歌を耳で聞いて耳コピして覚えていくんですね。でもなんとなく歌ってるとこういう意味かなみたいなことが、これは港町でなんか出婚出た人と恋人の話だなみたいな感じのが分かってくるみたいな、先生もちょっとは説明してくれるんですけど、まあつまり何が言いたいかっていうと、すごくその民族の文化を伝え
るのに歌、まあ、歌詞の説明がすごくあるんですけど、うん、あの歌詞の説明もいいんですけど、やっぱりそこでちゃんと現地の言葉、ボイス、歌声がやっぱりあった方が絶対いいですよっていうのは思いました、うん、でやっぱり例えば、まあ、お子さんに伝えるためにアドベンチャー的な、まあ、絵本的な、もうすごくタッチの可愛らしい、あ、絵はね、うん、本当に素晴らしいと思いました。使ってるキャラクターのグラフィック、鳥とかも、あと、まあ、折り紙っぽい、あの非常に可愛いキャラクター、可愛いっていうか、すごくセンスのいいキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、そこはすごく素晴らしいんですけど、あのなんていうか、文化伝えるときにやっぱ言語ってものすごく大事だと思うんですね。で、英語詞と日本語の詞は出るんですけど、やっぱりもともとどういう声で歌われてるのかってすごく重要だから、あの、まあ、こちらの作品を発展するときにはぜひその歌声を、あの風美くんさんが歌うので全然いいと思うんですけど、あの声が入ってることで全然心地の伝わり方が違うと思うので、で、あのその音ゲーパートとあと声が入るってことが入るとすごい良くなるなっていうふうに、うん、まずちょっと感じました、うん、今日やっぱり全部最後までできなかったのは残念だったんですけど、うん、そうですね、はい、あの歌声に関しては私の理解がちょっと違ってたらごめんね、今日出てきた歌詞のいわゆる 歌っていうかメロディーの部分っていうのはないそうなんですよね、うん、声はないですか、歌はないの、あのこの文献のものは民族の楽譜の部分は実は2つの部分です、うん、この今残っているの部分はただ歌詞って歌詞だけ、ね、はい、歌詞だけ、うん、そして音楽の部分は私正直分かりませんので、一応民族の民族の曲を基づいて、じゃあその曲と歌詞っていうのは別に結びついてるわけじゃないんだ、はいはい、私正直どうやっても元のスカダはどうやって私も分かりませんので残念です。そこは僕もよく分かってるですよね。だから歌詞に基づいた物語にはなってると、今回のゲームはね。ただそのメロディーの部分はもうあの全く、なるほど、はい、メロディーは創作な、創作で、なるほど、だからちょっと現代風のアレンジ、非常に現代っぽかったから、そうそう、なんかあれはもともとこんな、なんていうか EDM みたいな曲なのかみたいなそうなんですよ。だから選択肢として、まあ、わざと今回みたいにこう現代風にするか、もしかしたらこうだったんじゃないかなみたいな、昔の民族風な歌にするかって結構選択肢はあえて入れたと思うんですね。ただまあ彼女はあえて、ね、あの現代風な音楽を音ゲーの部分にはつけたっていう、まあ、それは逆に言うとなんで、実は最初の時は古い あの素朴な感じになりたいだったけど、実は子供ちゃんそして若い人のこのセンスがおしゃれっぽいな感じで、だからこの保険文化財を もっと多くの人を受けるの、うん、ためにだから現代風 あのスタイルに入りました。うん、いわゆるこう音芸が好きそうな人が遊びやすい、楽しくなるで、そうそうそう、この文化を知ってもらえますよ。そうですね、きっかけにしてほしかったと、でも頭に残りましたね、あの、はい、ご自分で魔性な感じです。自分で作ったんですか？いえいえ、あの、東京芸大の音響科の友達と一緒に協力しました。ね、おじいさんラップみたいな、そう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 、ずっと頭の中でまだ弾いてるんですけどそこは成功してる気がします。そうなんですよね。で、まあ、ビジュアル八谷さんからね褒めていただいたんですけど、あのビジュアルも一個一個 あのデザインだったり、うん、文様だったりっていうのは民族の古い、文化を表したものになってると。このビジュアルについては実は民族の文化はいろいろ中国の無形文化財が含っています。だからゲームのビジュアルの部分も民族の特別な建築、服装、あの飾り、そしてあ模様をあの参考にしてあのゲームの中にあのいろいろビジュアルの部分を作りました、うん、はい、あ結構民族の
のっぽいの感じ。なるほど。建物の中の牛の頭が飾ってあったりとか、あとこう織物の色とか、あとあの衣装もそうですね、民族衣装もそうですけど、なんかその辺はすごい文献を研究されて作ってたと思う。でも、であれば、なんかクリックする対象がそういうところであった方がいいかなっていう気がしました。要するに、あの、楽譜を入手するのに都合を割ったりとか、草をクリックとかなんだけど、そう、草とかをクリックする、やっぱクリックするものにこう、人間って意識がフォーカスしてしまうから、やっぱり、なんか、その、大事なもの、自分がすごく、あの、きちんと魂込めて作ったものをクリックすると、そこで、いいものが入手できるように、相手の入手はそこでする。なるほどね。かなと思いましたね。でも、インタラクションもなんか、シーンによって変えてましたよね。なんかこう、あの、風を起こして、音で、させたりとか、目のマークが出て、なんかこう、そこをこう、クリックするように。そう、するようにって。あれはなんか、細かいインタラクションの意味はあったんですか？実はあの、モン族の楽教、あの実はあの、日本語の言い方ちょっと分かりませんけど、あのバイオラインみたいな 楽曲がありますので、だからこの形はちょっとあの線の、線の、いろいろ線の。マイクをね、あんま動かさない。すみません。はい、どうぞ。あの線は軌道の感じは多分楽曲の形をあのコンセプト にしました。すごい世界観があって良かったですよね、うん、ゲームの専門家ではないですけど純粋に楽しんでしまいますそうです。2年かけて制作されてたんですけど、最初は本当に音ゲープラスアドベンチャーぐらいな感じなのかなと思ってたんですけど、そこにパズルゲームも入るし、で、結構壮大な展開になっていくので、で、水の中のシーンを作ったりとか、あとはこう、あの、ちょっと伝説の少女とかね、こう召喚みたいなものもあって、すごいスケールもいいし、これ音ゲーの多分20倍ぐらい大変だなっていうところまでやったんで、これはこれでなんか、トータル的、まあ、RPG に近いぐらい総合的なゲームになっているので、だからこそ本当はそのどのアイテムを探そうとか、その辺のインタラクションとかがもう少しあの遊びやすいと本当に誰でも遊んでもらえるんじゃないかなという気がしますね、うん、確かにね、主なやり方はあの楽譜、古道具を探して、うん、あの音楽、ゲームを完成してヒントを手に入ってあのパズルを解けるという簡単な形でゲームは進める、うん、多分そうです。音ゲーパーも良かったですけどね、なんかちょうど自分の指が動いたところがちょうどそのように、うん、直感的になってるような気はしましたけど、うん、あとはそうですね、あの今回のりくんさんのゲーム、ものすごく本当に時田さんがおっしゃったように壮大だし、もうあのいろんな、あの中にいろんなパートが入っているので、さらにこれを一般の方々の口当たりにの良いようにこう出していくには、さらにもっと詰めていけばもっと良くなると思うんですね。でそのブラッシュアップの期間を大学のこの修士の2年間の中で十分取れないっていう悩みがありまして、でだあのやっぱりこう今まで修了生とかを見てても、ゲームコースを出た人を見てても修了作品を作りました、でもそのまま一般的なこう Steam とかで出せるでまではいかないんですね、やっぱりそれ終わってから1年間ブラッシュアップしたり改良したりディバグをしたりして、やっと一般 あのリリースできると。でビクンさんのも多分おそらく、まあ、今ももちろんクオリティは高いんだけれども、あのこれがこうな一般の人に何の抵抗もなく遊べるっていうところのレベルになると、なるまでにまだブラッシュアップしたいところもいっぱいあると思うんですね、はい、そうです。だからこう大学ではそのどこまでをやるべきかっていうのはね、結構ね、ビクン今回のビクンさんの作品をやりながら考えちゃったんですね。まあやっぱりテストプレイって実は相当実動デバッグって実は相当どこのゲームも時間かけて作ったりとかするから、はい、やっぱり、まあ、今日出たバグとかも、やっぱり複雑にするアドベンチャー的に複雑にすればするほどやっぱりバグが入り込みやすくなってくるので、
僕はあの最初のパートのすごいシンプルな1年の時に作ったっていうものもシンプルですごくいいなと思ったりしたんですけど ね、やっぱり後編の方に割と頭の方にちょっとバグがあったのでそこから先進めなかったので、はい、八谷さんはプロのデバッカーですからっていうか、まあ、人が少なかったので自分もやらざるを得なかったみたいな。そうですね、やっぱり最後こう、まあ、仕上げながら調整デバッグしながら調整を最後は僕らは数ヶ月長い時はもう半年とかやるので、はい、なんかこう映像で言うと編集終わった後にもう一回やっぱり追加ロケして撮影して良いものにしていこうみたいなのは、だから一旦自分で僕らも前日走っていうんですけどとりあえず突っ込んだ後にみんなでモニターとあのテスターと一緒に遊んで前日やってやっぱり直すべきところはリストアップしてで自分たちも直したいし意見を聞いて直すべきだ両方でやるやらないを決めてやるのでそれじゃ一旦終わらせてちょっとどっかに旅行にでも行ってリセットした後に触ってみんなの意見も聞いてみたいなことをやってそこからもう数ヶ月でいいんですけど、うん、やるだけで、うん、あの料理でいうとこう最後の味付けで勝負みたいな、うん、ちょっとやっぱり塩が足りないなとか、うん、ちょっと甘すぎたなみたいなのをちゃんと調整するだけでぐっと美味しくなると思うので、うん、そこはあそれやるともっと前の段階から効率よく工夫ができたりこれはやっぱりやらなくていいなみたいな、うん、あの自分での判断も的確になってくると思うので、うん、なんかぜひ時間を取って、ねうん、なかなか忙しいと思うんですけど、うん、やると次の作品に対してすごく有効だと思いますね、うんうん、あの逆に学校だからこそベストプレイ期間をちゃんと作ってやった方がいいと思います、うんね、つまりあの頼めるじゃないですか同級生に、うんはいはいはい、集団レビューみたいなのができるから、うんやっぱり自分では気がつかないことがゲームの場合多いんですよね、うん、あの自分は全部知ってるから構造も含めて、はい、でもテストプレイヤーとか初めてやる人は全く何も分かんない状態であるから、まあ、ゲームのチュートリアルパートが絶対あったりするんですけど、うん、それがないとやっぱり全然本編に行けないみたいなのがあって、うん、初見の人の意見を聞くって大事なんですけど、うんまあ、それをまあみんなお互いにやれたりとかするんですけどこれいざ一人でインディーのゲーム開発者としてやろうとするとすごく、まあ、本当にベータテストとか友達にやってもらわないといけなくなっちゃうんですけど、うんはい、でもそれこそがまあ実はすごくあのゲームの面白いところだって気がするんですよね。でも目的難しいですよ、うん、おっしゃる先生がおっしゃるなんかそのゲームとか通常やっぱりこうユーザーっていうかあの、まあ、あの会社になればなるほどマネタイズしていかなきゃいけないから、うんそういう目的になっていくんですけど学校で作るゲームというのはどこに目的を置いたらいいんだろうというのはすごい悩ましい、うん、で今回の場合、まあ、子どもたちにやってもらうっていうことが目的なんだったら本来は子どもたちにやってもらうっていうところまでやった方がいいのかもしれないんですけど、うん、そこの範囲がおっしゃるとすごい難しいなっていうのはすごい思いました。で それやっぱこうマネタイズしようとするとやっぱそれだけねデバッグめちゃめちゃ時間かけないといけないでしょうし。そうですねね、あのまあ我々があの学生同士のコラボレーションをやっているあのアメリカでゲーム教育のナンバーワンと言われている南カリフォルニア大学はもう本当に企画段階からプレイテストをカリキュラムの中に何回も入れてその度にもうあのゲームをデバッグ&ブラッシュアップしていくっていうカリキュラムを入れてるんですね。で、まあ、ちょっと我々はまあそこまではやってないんですけど、まあ、それぞれ の制作者に任せて友達とかに見せといてねみたいなそのぐらいなんですけど、だからまあそこまでやるべきなのかどうかというのも結構まだ悩ましいところ で、ね、ただ今回あれですよね、子どもさんにちょっと遊んでもらったり、はい、実はあのこの、うん、今はグループ作りました。あのゲームテスト専門のグループ、うん、あの皆さんが私のゲームを遊んでくれていろいろアドバイスとかあのバッグのリストは作ってくれました、うん、あの確かにねあのこの中に全部の子供ちゃんではないけどでもゲーム経歴が少ないの人が多いです。多分子供ちゃんみたいな気持ちを持ってゲームを遊ぶの人はあるあいるそういう人たちでグループを作ったと、はい、子供ちゃんではないけど、はい、子供ちゃんもあいま います、はい、あなるほどね。一番かかり時間がかかりの部分はゲームテストの部分ですね。これも一番難しいのところと思います。なるほど、は
まあ、ちょうどこうコロナ禍の中ということもあって、なかなかこう学生同士でもみんなお互いやってよみたいなこともできなかった今まではね、そうですね。なるほど、わかりました。でもね、わざわざ中国で一回ゲーム会社に就職してて、それで東京芸大のゲームコースにそこを辞めて、ね、びっくんちゃんいらして、でもうそれはもうこの作品が作りたかったからっていうのがすごく明確にあったので素晴らしかったと思います。そうですね、なんかこうエクセルで制作工程とかも割とこうしっかり自分で自己管理をされながら、まあ、リソース、それともこのアニメーションスパインとかを使って作ってるんですけど、このアニメーションは入れたいからとか、であとでエンディング用 のインタラクションのアニメーションとかもありますけど、だ結構映像としてもいろんなことをトライはされているので、うん、そこも含めてスケジュールの管理もよくこのボリュームを作ったなっていうのは僕もびっくりしましたね。うん、すごい。あ、1点ビートさんに聞きたいんですけど、うんうん、まあ音ゲーパートをもうちょっとちゃんとやりたいと思ったんですけど、やっぱキーボードがやっぱり人のキーボードだとか慣れてないことなので、まあ、ゲームパッドとかでやりたいなこれとか思ったんですけど、ゲームパッドとかにせずにキーボードとマウスにしたのは何かはい、このことについては実は最初の時はタブレットでゲームを作りたいだけど、技術の原因で今はしばらくできません。でもこのゲームの本体もだいたい完成しましたから、これからはタブレットのインタラクティブを学んで、なるべくこのゲームは触れるの機材に実装したいと思います。うん、まあタブレットがさ、うん、念頭にあったんですね。うん、まあマウスプレイがメインだなというのと、キーボードとマウスでっていうのはちょっとややちょっとつきにくい感じだったんですけど、まあ PC でやるんだったらパッドでやるのが一番いいかなと思ったんですけど、うん、まあお話聞くとすごくよくわかる、うん。まあそこに指を置いてやるんだっていうのはよくわかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ次の作品行きたいと思います。これからはですね、ゲームコースの修士1年次作品について、コメントしていきたいと思います。1本目なんですけれども、山根風磨さんのホエールフォールです。作者の山根さんです。はい、ありがとうございます。山根風磨です。このゲームは海洋が舞台のゲームでして、鯨類がこう死ぬと、海底に落ちていって、そこで鯨骨生物群集っていうものを作るんですね。そこではいろんな生命が誕生して、またそこからプレイヤーは、プレイをスタートするんですけど、いろんな海洋生物となって、最終的にまたクジラになってまた落ちていくっていう生命の循環をテーマに作ったゲームになってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、先生方、体験していただいて。八谷さん、いかがですか。VR の初期の名作で、ものすごい、本当に深海のクジラの周辺にこう立つってやつがあったんですけど、ブルーですか。ブルーですね。はい、あれ僕実際に購入してダウンロードしてたんで、あれを思い出しましたけど、あれも素晴らしかったんですけど、山根さんのこうそれに匹敵するぐらい、しかもなんていうか、あれはシーン3つぐらいしか確かなかったんですけど、はい、多分シーンで7つか8つあるんで、そうですね、かなりボリュームが、はい、合計25分ぐらいのものになってるので、はい、そういうの作るときにちょっと難しいのが、なんていうか確実的に正しいものにするのか、それとも気持ちいい方を目指すのかで、まあ、山根さんは基本的には気持ちいい方を目指しているんだと思うんですけど、まあ、あんまりフォトリアルにすると逆に言うとパターンができたりとか、あとはこれ確実的にこう間違ってますって指摘が来たりとかするから、それがちゃんと来ないようなレベルで、まあ、でもすごく気持ちよくて、
例えばカタクチヨシみたいな軍隊がいっぱいあったり、マンタの大群が出たりするんですけど、その海洋の世界の基本出産みたいなのは非常によく表現できていて素晴らしいと思いました。今僕ホームメイドケーブルっていう作品をいくつかやってるんですけど、それは3D テレビ3面並べて、まあ、3D グラスかけて 3D VR ゴーグルなしに見るっていうものなんですけど、それでやってみてやっぱり一番楽しいのはやっぱり海中ものというか、それはユニティのアセット使って作ったものなんですけど、山根さんのこれをそれで 3D で見たら素晴らしいだろうなとか、あるいは大画面のプロジェクターで見たら 3D で見たいなっていうふうに非常に思いましたね。完成度すごい高いと思いました。ありがとうございます。なんかおっしゃってたようにフォトリアルの破綻っていうのも結構今回の中でも結構テーマというか課題になっていて、なんだろうな、アンリアルで作ってるんですけど結構どこまでもリアルにしようと思えばできてしまうんですね。なんですけどなんかこうミーティングを重ねていく中で、なんだろう、やっぱりこうリアルを追求していってもどこかで一箇所でもリアルじゃないところが生まれてしまうとそこばっかりこう見えてきてしまうっていうのがあって、で今回は生物をも自分でモデリングして全部やってたんですけど、なんだろう、最終的に、オイルペイントのような感じのシェーダーを上からかけてやることで全体の統一感みたいなものを出して表現している感じで、なんとかこうフォトリアルとなんだろう、フィクションとの間を調節してやったって感じです。そこの間統一してるのがやっぱりすごく大事で、そこをきちんと考慮されてるのは、まあ、見てわかるので、素晴らしいなと思いました。ありがとうございます。まあ、ゼミの間も時田さんからだいぶそこら辺についてのアドバイスありましたよね。そうですね。でなんか最初からそのいわゆる油絵的なタッチで、まあ、想像力も喚起したりダイナミズムも出したいみたいなことも言ってたの でリアルにやり始めるとこれ普通のリアルな映像になっちゃうよねっていうのもあって、 でもしかも割とハイエンドなところで勝負したいっていうから、そこで折り合いをどうする、でもまあライティングさえ良ければむしろライティングを逆手にとって見えないところで嘘がつけると思うんですよね。なのでなんかそこでどう雰囲気作るかとか、ここは嘘ついてみたいなゲームの嘘のつき方みたいなのをねよく話をしてたんですよね。なんか真面目にやると本当に300メートルとか、いやいやこれもうなんか2キロぐらい行かなきゃいけないんですよみたいな話もしてたと思うんで、そこはもう時間で次に進んじゃうとか、そこは嘘なんだけどスピードだけちょっと押してたら速くなっちゃうとかいうのは、なんか体感時間としてどうするかっていうのセットでいろいろなんか困ってることをどう解決しようみたいな話をずっとしてましたよね。なんかすごく思ったのはコントローラーを触っても触らなくてもいい表現にでき、まあパートによるのかもしれないけど、そういうところがあって、まあ、もちろんインタラクティブなものはあるいはカメラを動かすのに楽しいし快感でもあるんですけど、一方でいくつかのシーンは別に触らなくてもすごくきちんと絵として完成されたものが流れていくじゃないですか。あれが割といいラインだなと思っていて、いいラインっていうのはつまり何ていうのかな、こうひょっとしたらこれにもできる、これにも応用できるっていうふうにこう、例えばですけど駅いっぱい今サイネージがあるじゃないですか、はい、あるいはこうレストランとかの中で映像を出すとかにも使えるかもしれないし、こうすごくこう実はこれはポテンシャルのある技術なんとか手法なんじゃないかっていうのも感じながら感じていました。なんかでもすごい体験感が今回のなんか狙いかなって思っていて、なんか映像だけにするとすごいもったいない気はしていたので、うん、何かこうそれがコントロールすることなのか、何かこう体験として残るような何かインタラクションじゃないけど何かあればいいんだろうなっていうのがすごく思ったのと、あとその海水からギャってこう海中に出る時とか、もうちょっとなんかこうふわってなんか水圧が感じないようなSE みたいなのあるじゃないですか。だからああいうのもあったらすごい海中と海上で違いが出て、なんか体験としてこうもっとなんか気持ちよくなるんじゃないかなっていうのはすごい思いましたけど、そうですね、体験としてどうやって作っていくかっていうのが今後の課題でして、ただ今コントローラーの左スティックだけで操作してますけど、これがなんか左スティックじゃなくてもっと別なもので操作できるようにしても、なんだろう、大きなスクリーンで
なんだそのシーンだけをこうずっとループするようなものだったとしても、うん、なんかそういったなんだろうな、もっと人間が身体を動かしたなんだろう無意識なところでゲームに反映されるみたいな、うん、そういったチャレンジっていうのが今後やっていけたら面白いかなっていうふうには考えました。これなんかまあ方向性違うけど VR とかにした方が逆にこうゴボって音をしたらそっちを向いたら進行するとか、うん、もっと直感的コントローラーじゃなくて VR の視点だけで進行ができるので、なんかまあその場合ある程度 VR 用に時間は調整しなきゃいけないけど、その方がこう体感感というかあの深海の重さとか開放感みたいなものはすごく体感できるんじゃないかな。うん、なるほど。確かに VR での開発、まあ、なんだろうな、まあ、最初からなんか VR っていうことを考えてなかったんですけど、だんだんなんか VR でやっていくことのその表現の幅ってものがなんだろう狭い、最初は狭いと思ってたんですね、うん、なんだけどそこでまた別のベクトルで表現できるものが増えていくっていう点ではすごく VR の面白いところだなというふうに この1年間通して学びはいっぱいありましたね。なので今回、もう平面でやってますけど、なんかアップデートしてって VR 版っていうのも将来的に出せたらいいかなっていうふうに考えてます、うん、ぜひ、はい、ちょっと先ほどお話聞いて感じたんですけど、僕がこう、まあ、操作してもいいしなくてもいいところのアドバンテージがなんかどっかにあるはずって言ったのは、まあ、例えばさっきあの自分が作ってるやつだと多人数で VR 的な空間に一緒に入る的な、まあ、ケーブ的なスタイルなんですけど、そうすると大体操作してる人がすごく操作できると周りの人が酔ったりとかするんですよね。あのただそれやっぱコンテンツによって酔ったり言わなくのが分かるな、うん、ドライビングとかだと気持ち悪くなるんですよ、周りで見てる人が 3D で見てると、はいはいはい、でも例えば今回の山根さんの映像のような海中映像みたいなやつだと動かしてても意外と酔わないっていうのがあって、うん、だからあの緩くコントロールできるんだけど、うん、見てる人もシェアできるって言うんですけど、うん、同じ空間にいるっていうのができるところにこう山根さんの作品はちょっとポジショニングされてるなと思って、あなるほどね、まあ、そこはなんかうまく活かすと、もちろん VR 版作るのもすごく良いと思うんですけど、うん、あとコントローラーも今ゲームパッドでやってますけど、まあ、ちょっと今日もあのそのパッドにエラーが出たんで、ひょっとしたらもっとシンプルなこうねこうなんていうのかな、あの昔の Wii ヌンチャクのスティックだけみたいなこれだけでやるみたいな、そうシンプルさのコントローラーでやるとか、ね、専用コントローラーじゃないですか、ね、うん、なんかでそれで完璧に仕上げるとかしても面白いかも、視覚、うん、的に空間 VR 被ってやらずともいいとは思うんですけど、なんか体験化ができるといいなと思うんで、うん、それがこうコントローラーになっちゃうと一気にこうゲーム的な、そうですよね、ここパッドがそうかゲームだなっていう認識になっちゃうんです、ライブのセンサーとか使ってこう傾きで動くとそれはそれでちょっと面白かったりするなっていう、ボールが大きく動かしてやってるとなんか、うん、ですね、山根さんにはぜひこう一度きちんと、まあ、展示ボタンもこうされると思うんですけど、うん、はいはい、展示っていう形でコントローラーちょっとやっぱりして、まあ、一番映像にフィットしているコントローラーでやるっていうことをぜひやってもらいたいなっていう気がしますね、うんうん、いやーなんかまた大学でどこまでやるのかな要するに中身も作ってコントローラーの UI も作るのもなかなか大変だと思うんですけど、そこが面白いですね、やっぱり UI で体験が変わるってところが最大の強さだと思ってる、なるほど、そうだから UI までちゃんとやる、 UI をちゃんとやるのが大事っていうか、やっぱりそこが気持ちいいかどうかで、うん、そうです、映像の気持ちよさが変わってくると思うんで、バチッてくるとすごい気持ちいいことですね、ね、いやもう本当になんか、まあ、今回ねあのゲーム展では大スクリーンであの上映して、まあ、他の人も見れるんですけど、まあ、きっと山根君的にはこう VR にしなかった、最初から考えてなかったのはみんなでシェアしたいみたいなのはあったんじゃないの。そうなんですよね、なんか、まあ、今回のゲームでそれが叶えられてるかわからないんですけど、なんだろう、ゲームをこうモニターだったりとか、まあ各家庭の部屋でやるというよりかは、どっちかというともう美術展にあってもいいようなゲームっていうものを作りたいなっていうことを考えていたので、
そういう感じになりましたね。水族館、そうですね、なるべくでかく出したんですよね。めっちゃでかい作りで、なので映像っていうのが最初にあって、そこにインタラクティブな要素をこう追加していくっていうことでゲームを選んだっていう感じですね。でもまあ八谷さん、さっきあの映像のクオリティ 4K の話されてましたけど、やっぱこれはクオリティいい方がいいんですかね。僕は 4K 反対スイッチのブレスオブザワイルドをやってるんですけど、あれとかは別に 1080p しかないんですけど、はい、全然これでいいっていう、まあ、むしろ人間の視覚としては駒落ちとかすぐ分かるんですよ、これなんか秒10駒しか出てないとかっていう時は分かってしまうんで、むしろ駒落ちの方がイマーシブな体験とか的なので、解像度が動いてれば別にそんなの別に1080でも 4K でも大差ない、静止画だったら別ですよ、はい、もう静止画のイメージだったら 4K の方がいいんですけ ど、まあ動いてる映像だったら僕はあの別にフル HD 出てれば、今回の山田さんの動画だったら問題ない、むしろあれを 3D でも見たいとかすごく思うんですけど、 3D プロジェクターも多分今あるので、それで見るとどうなるのかすごく興味があってますね。確かに、はい、フジアルスの質感とかそういうことじゃないですかね、今回。そうですね、ちょっとあのまあ余談になりますけど、この間こう 3D で花火師の人から映像をもらったんですけど、はい、それで 3D テレビで見ると本当に花火とかが、とかあと花火の煙とかが 3D で見えるのが結構なんかすごいですね。村井さんの作品も基本的には海中を持って光を見せてるんだと思うんですよね、海の中の光の状態を魚の下で見てって考えたら、実は 3D にするとむっちゃ入るタイプなので、あと魚群、魚がたくさんいるところとかもやっぱり 3D 見るとちょっとおおって思う体験になると思うので、ちょっとぜひ見てみたいな、見てみたいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。山根さんのホエールホールでした。はい、ありがとうございました。はい、それでは次の作品に行きたいと思います。ヨウイニさんの白髪魔女と黒髪魔女、はい、じゃあ作者のヨウさんですけれども、あのこの作品についてちょっと簡単に説明してください。はい、この作品では、私は 2D アニメーションのナラティブ性と、VR アニメーションの没入感を組み合わせてこのような作品を作りたかったです。だからあのセールアニメのような、VR の空間の表面で、そこに 2D アニメーションがつけました。そして内容としては、白髪魔女と黒髪魔女、この2つのキャラクターとして、女性の身体性を分解したいです。私と私の家族は中国人です。その中にいる女性たちは家族や社会によってそのアイデンティティが作られました。私はそれらを鶴や鎖を、の形をとして視覚化しました。はい、大体以上です。はい、ありがとうございます。まあ、非常にね、あの女性性というものをすごく意識した作品だと思うんですけれども、そのヨウさんの中で、まあ、自分が女性であるみたいなこと自体に向き合ったっていうテーマだって以前おっしゃっていたような気がするんですけれども、どうなんですかね。あのすみません、もう一回ごめんなさい。あの、まあ、この作品についてこう女性っていうものがテーマそのものであるっていうことですよね。で、ヨウさんの中であの女性がテーマであるっていうこと、女性をテーマにしたいって思ったきっかけっていうのは何なんですか。私の母と私と彼女、あの私と彼は、一部分の中にはあのこの女性の部分が、何かカントラルされている、
あのこの中に愛としてはあの権力としてはあの本当に違うことかな、あの家族の愛とあの社会の権力は多分あの全部女性にさせるあのコントロールとあのアイデンティティを作る あの力です。だからこれをあのずっと考えて、あの自分とあの自分の家族、自分 あの恋人の感情とあの生活をあの感じして、あの、うん、感じの当時に作品を続けます。 ありがとうございます。はい、あの VR 作品ということで、はい、町場さんいかがでしたでしょうか。すごい一番気になる作品だったんですよ、僕の中で。あの冒頭お話しされてますよね、何かこう、はい、あれは何をおっしゃっているんですか。何て言ってるんですか、ね、あれは大体は、うん、さっき言ったものと、うん、私はあのこの女性のこのもの、この言葉を この言葉をあの消したいです、うん、あの多分消して新しいのアイデンティティをあの作りたい、うん、あのこんな言葉です。あとお化粧をされてますよね、あれは何かこうあれなんですか、ね、その文化的な何かこう意味のあるお化粧だったんですか。お化粧はそうなんかあのえにちゃんの顔にメイクしてるじゃないですか。あ、はい、あれはどういう意味があったんですか。あれは植物です。ああの自分は植物をあのなりたいです。あのうん、中国の家族は長いの植物とあの一つの花のような感じです。あの中国人はすごく家族性があります。あの、はい、大体こんなあのイメージです。それでこう植物をモチーフにしたメイクをしたということですか。はい、なるほど、そういうことなんですね。すごくなんか壮大で、なんかこう深いところがちょっとなんか体験できるような作品だなと思っていて、まだきっと途中なんですよね、あの制作は。まだ完成はしてないんですね、はい、多分こう完成したらすごいあの壮大な作品になるなっていうのはすごい感じていて、非常に引きつけられた作品もあったので、ぜひまあ最後まで作っていただきたいなっていうのと、あとはVR と 2D を組み合わせたかったとおっしゃっていたんですけど、まあ、あそういうことなのかって今気づかされたんですけど、あのもう一個完成する前になんか VR としての設計というか、なんで VR を使う意味があるのかっていうのをなんかいろんなシーンでもうちょっと考えると面白くなるっていうか、あの僕はあの柳さんの楊さんの世界を知らないけども、そこの楊さんのこの作品によって楊さんの作品の中に入れるので、どういうふうにこう体験すればいいのかっていうのがもうちょっと分かるといいなっていうのはすごい思います、うん、例えばあのなんだっけ、ご飯をこう与えていくシーンとかです、うん、ああいうのちょっとなんかまた言うけどインタラクションがあって、なんか与えていくとなんか自分もなんかそのちょっと疑似体験できたりするんで、うん、なんかそういう工夫とかあったりするとなんか面白いなっていうのはすごい思っていたので、ただ全体的にすごいあの雰囲気があって引き付けられる作品だったので、最終的にどういう作品になるのかなっていうのはちょっと最後まで完成した時にもう一回見せていただきたい、体験させていただきたい作品かなと思いました、うん、はい、マチュアさんいかがでしたですか。そうですね、あの今回見た6作品の中で、まあ、一番ファインアートリーのものだなっていうふうに感じました、うん、はい、まあ、ただちょっとその分なんていうか人を選ぶところがすごくあるので、もうちょっと構成をうまくしたらもっと多くの人が見てくれるし興味を持つのになっていう残念な気持ちも同時に持ちました、うん、具体的に言いますけど、やっぱり冒頭の実写のシーンですね、あの
ヨウさんが顔に絵を塗ってるし、あそこがごめんなさい、あそこがですね、すみません、やっぱりなんかやっぱり中国語で喋ってるんで僕ら意味わからないのと突然あのシーンから始まるので、どういう気持ちで見ていいのかよくわからないみたいなのが正直あったし、でもその先のアニメーションのパートもものすごい魅力的だし、絵もすごく良いので、まあ、あのシーンがやっぱり良さにとってすごい重要だったら、まあ、仮にですけど途中に入っててもいいんじゃないかな。あ、なるほどね。やっぱ冒頭、映像の冒頭ってものすごい大事なので、とかあとやっぱり今音がないので、もちろん絵としてすごくよくできているんですけど、ちょっとやっぱりカットが持ってないところがあるので、映像ってやっぱり映像と音って僕は5対5ぐらい の重要性を持ってると思うので、うん、やっぱりあのアニメーションにどういう音をつけるのかはすごくなんていうかな、大事だと思うし、そこがどうなるのかが気になるっていうことです、うん、まあ例えばそこに自分の語り、自分の中国語の語りが入ってて字幕が入ってるだけでもいいんですけど、やっぱり無音って無音だと17分か18分ぐらいの作品だと思うんですけど、あとちょっと持たないのが、でももうちょっとした構成の変更と、あとなんていうのかな、音が入るだけで十分こうアート作品として良いものになるポテンシャルはあると思っていますね。あとVR の映像で面白いなと思ったのは、やっぱりこう部屋の中に自分が入っているように見えるんですよね。そういうカットがあるんですけど、やっぱり部屋のシーンがいくつかあって、そこではやっぱりこう見回すと自分も一緒の部屋にいるという、こうなんていうか、こうある意味こうもうこの世界から逃げられないみたいな、当事者感みたいなのを、なんていうかな、鑑賞者に見せてくれるから、そういう意味ですごくヨさんの今回の作品と VR っていうタイプは合ってるっていう気がします。なるほどね、はいはい、なんか、うまくにやるとすごいベネチア映画祭が好きそうな、テーマ性だなっていうのがあるんで、あとはちょっと VR としてのやっぱ設計っていうか、はい、をうまくしていけばなんかすごく良くなる、すごい多分世界観を持ってらっしゃるんだと思うんで、そこが上手にもう少し伝わるとすごくいい作品になってね、そうですね。でもう制作の初期段階からいろいろ見てきたんですけど、まあこの作品、まあね、ヨウさんもおっしゃってたように、まあ、自分のアイデンティティをテーマにしていて、だからこそ最初自分がメイクすることによって自分の中に作品として入っていくみたいなことを象徴してるのかなと思ったんですね。だからそこの意味が分かったりしたらまたちょっと見方も違うと思うんですけども、うんうん、そういう意味で本当に多分やりたいことがまだまだ内から溢れてきて、エネルギーをすごく感じて、多分まだまだおそらく半分ぐらいしかやりきれてないんじゃないかなという印象があるんですけど、映像作品は16分、17分ぐらいあったんですけど、まあ、尺的にはそこに行くにしても、もうちょっとこうやりきった後に凝縮して VR としての見方、先ほどおっしゃってましたけど、見方を入れつつ音も含めてブラッシュアップしたら、これはなんかね、結構特に女性が見たらみんな感情移入できるような作品になると思うので、ぜひね、なんかそこまで作り切ってほしいなと思いますね、うん、冒頭の映像とかもすごい雑然としてるじゃないですか。ダンボールそうなんですね。そうで上下も切れてるし、うん、で今や VR のカメラもうちょっといいのがいいんやけど、わざわざそうしてんのかなとかっていうのを僕自身もいろいろ考えながら、なんかわざわざ雑然としたところでこういうことをしてるのかな、しかもこう荒々しい乱暴な、なんかVR のカメラの使い方もしてるから、なんかそれも全部狙いなのかなっていうのをこう自分の中で巡らしながら考えてはいましたけど、それはどうなんですか、最初のシーン。あれは多くの VR カメラ借りました。借りて自分で撮って、別にこう狙いではないわけ、背景とかこの辺しか映ってないとか。あ、背景VR だとね、結構横まで全部映ってます。そうそう、みんな後ろとかも映ってる。あれ見た人がみんな言ってて、やヨウさんの部屋とか見えちゃったけど大丈夫かな。あれは学校の学校ですね。
冒頭でやっぱり VR どうしても VR の全編集映像だとこうみんなこう見ちゃうんで、うん、あそこはでも逆にあれが僕途中に入ってたらすごいインパクトあったなと思ったんですね、うん、逆に絵はものすごい魅力的なんで、うんうん、なるほどね。いや私たち のゲームコースっていうのは半分アニメーション専攻で半分メディア映像ニューメディアと言われるところの専攻で2つが共同して一緒にゲームコース作ってるんですね。だからこう楊さんみたいにそのアニメーションを見せる装置として、まあ、ゲームだったり VR だったりっていうのをやるっていう学生も入ってくるんですよ。でその時にやっぱりこうアニメーションとやっぱ VR の違いとか、まあ、皆さんがコメントしてくださってるようにやっぱりその VR ならではの表現とか体験とかそういうものっていうのは追求していくべきだなと思っていて、まあ、そこがね今回ヤンさんの、まあ、ごめんなさいヨウさんのすごく大きなテーマ実験だったんだけど、まあ、本人もねVR 作品まだまだ作り慣れてないので、まあ、そこをねどういうふうに考えていったらいいのかなって。その部屋のシーンで先ほどおっしゃってたんですけど、はい、強制的にこう動かされるんですよね。で VR ってカメラが動くとよくあんまりああいう気持ちの悪い動かし方をさせないんですけど、でも今回の場合はさせた方がいいのかなって思ったりはします。この作品を見た時に強制的にそういう動きをさせられるっていうのがすごく意味があるのかなっていうのは思いながらやったりはしたんですけど、なんでそういうところを無意識に やられてるのかもしれないですけど、ああいうのが VR の体験感にもよって気持ち悪いシーンやなって思わせるシーンだったりするので、うん、それは正解だったりするんですけど、なんかそういうのが、まあ、全部何割かちゃんとできていると VR としての何だろう最終的な作り方 の完成度が全然違ってくると思うので、そこまでできるとすごい壮大ないい作品になると思います。まあ、あとはその、まあ、彼女もすごく悩んでるところだと思うんですけど、これをアニメーション作品として見せたい、見てほしい、評価してほしいっていうのがあるんですね。それで、まあ、いわゆるこうゲームのまあ、インディーズゲームの、フェスティバルとかに出す、コンペティションに出すっていうものではなくて、どういった場で評価してもらえるんだろうっていう思いはすごくあると思うんですけど。ああね、最近もう持田さんが説明していただいた方がいいと思うんですけど、フェスティバルとかでね VR 部門やってますからね、MC とかも。なんで結構あ VR 実写も実写がだんだん少なくなってるんですけど、結構 CG アニメーションの VR の作品たくさん出てるので全然合う気はします。はい、ちょっと見ます、ね。だからそのゲームって言ってもゲームってちょっと講義に我々使ってて、必ずしもインタラクションがあるものじゃなくてもいいと思ってるんですけど、まあ、そういう意味ではイニさんが目指すところってそういう、こう映画祭としての、VR だったりそういったところはすごく目標の一つとしてしていいんじゃないかなと思いましたけどね。あれを見てほしいです。それこそこちら出身の湯原君のモーとかをちょっと見ていただくとすごい、なんだろう、全然違うけどなんか世界観があって、なんかこうすごく絵柄も違いますけど、なんかこう感じるところがあるんじゃないかなとは思いますけど、ぜひ見ていただけるといいかもしれないです。はい、はい、では頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは次の作品に行きたいと思います。ワン・ハウユーさんのブラックボックスです、作者のワンさんです。はい、こんにちは、ワン・ハウユーと申します。この作品はとりあえずインタラクティブな映像を試したいという目標があって、一部は VR アニメーション、一部は Unity の 3D シーンの形にしました。ここの辺がちょっと説明したいの部分があって、先ほど提言するときに、なんかそのクエストの床の高さの設定によって、なんかその発光はちょっと持ちづらいの部分があります。その部分は まだ演出があって、その演出がちょっと欠けました。すみません。まだ間に合ってなかったんです。そう、いや間に合わなくではなくて、なんかクエストの設定
の原因でちょっと問題があって、そうですね、なんかうまくもう一つのお家に入れなかったです。あ、なるほど、あ、そういうことですか。はい、あ、はい、そしてこのモチーフとしては争いという表現を持って、うん、一つの矛盾点、その不思議な箱をめくってこの世界の原住民たちの間に対立が起こしてしまいます、うん、そしてプレイヤーがその一連の争いを目撃して最後はその箱をどう取り扱うのか、それを直面しなければいけないの問題です、うん、はい、以上です。はい、ありがとうございます、まあ、体験されてみていかがでしたでしょうか。マルチエンディングなんですよね。2つエンディングあって、はい、で僕はどっちもあの一応エンディングたどり着けたんですけど、すごいあのシンプルで面白かったです。あの率直によく考えてるなっていうのがありました。で、あのそう、まだ、作品としてはこれも完成なんですかね。まだ途中って感じですか。映像の部分はほぼ完成しました、うん、なんか音の部分が音響のなんかその向こうの音響の学生さんがまだ音響を制作しています、はい、音が入るともっと全然世界観が広がってくるなっても思っていたのですごくいいなと。で、まあね、あの多分今回下に箱があったら多分あのデバイスの設定のせいなんでコンテンツのせいではないとは思うので、あの辺もちゃんと設定しとけばあのちゃんと僕は触れましたし、うん、エンディングも2つ見れたので良かったなというのは思いました。で、これはユーザーはどういうなんか役割だったりするんですか。最初はなんかその真っ暗の空間にただ一つの箱を漂っています、うん、そのユーザーは多分その世界に何が起こるかまだわからないの状態、そして箱に触るとなんか一気にその2つの小人が前に立つのシーンに入ります、うん、そのシーンは実も選択肢があります、うん、なんかその箱の辺に進むと一つのルートに入ります、うん、逆方向に進むともう一つのルートあります、うん、そしてそれであの実は2つのルートと2つのお家があります、うんうんうん、あの多分ブラックボックスを起点にいろんな争い事が起きる。ただまあどっちの視点に行ったとしても結局争いが起きてしまうんですけど、そのブラックボックスがまあ今回キーなんですけど、僕自身、まあ、ユーザー自身がそのブラックボックスを触、ブラックボックスと自分の関係性って何なんだろうっていう、まあ、あの世界の中では多分あの世界に出てくるあのキャラクターの中には異次元の人なのかもしれないんですけど、僕とブラックボックスはどういう関係で僕はどうすればいいんだろうっていうのをすごいこう聞きたいなって思ったところです。はい、そのボックスはあの最後その落ち選択の時点で実はプレイヤーの選択によってそのこの世界もいろいろな展開に入ります、うん、それであのなんか、うん、そのボックスが、プレイヤーがそのつながりのプレイヤーがそのプレイヤーとしてなんかそのボックスどう見えるという視点で、うん、あのなんかその最後の選択させたいです、うん、最後でもあのこれをその箱をよこせって言われたりこっちに投げろって言われたり投げないって言って対立するじゃないですか。でもそこにはユーザーはこう選択肢はないんですよね。投げたらどうなるとか、あずっとキープしてたらどうなるとか、そういう話ではないんですよね。あ、そういう話があります。あ、あるんだ。あります。あそこもちゃんと選択するとそうです、結末が違うんです。あ、結末が違います。そういうことがやっと今分かりましたそうですよね。でもそこないと自分は何なんだろう、一方的にずっとリニアの世界が続くなって思ってたんで、それはじゃあ僕が最後見たのはあの惑星がこうあの破壊されてしまうんですけど、もう一つのエンディングってどういう感じなんですか。もう一つのエンディングはその箱、なんか矛盾の港をこの世界を排除してその箱を天井に打ち上げて、うん、なんかその小人たちがまた一つのグループに関係するします。失礼いたしました、そっちは見れてないです。それは2つの地がありますけど、なんかその最後になんかキャストを入らなければいけない。あ、なるほど。2つの地全部入ったら、まあ、この一つ落ち終わったら、あ、このゲームはここまでですね。そう思っちゃいます。思っちゃった。そうですね、ごめん。で、一応だからあの最初のシーンで階段登るシーンとこっち側に行くシーンで分岐をしてるのすごく分かったんですけど、最後のそのエンディングの分岐までちょっと見れてなかったのは
申し訳なかったんですけど、でもそうなるとちょっと非常に納得感が一気に上がるなというのはすごい思いました。そのシーンに関する結構いろいろ工夫しました。あ、本当ですか。ガイダンスとして、そして2つの両方の小人がなんかその向き合うのシーンを作りました。おお、失礼いたしました。全然見てなかった。逆に言うとちょっとそこ分かりにくかったっていうことかな。はい、もしあとなんか終了点まだお越しいただけると。もちろんです。ちょっと行かせていただいて。ちょっと改良しますかみたいな。その時までには音楽とか使う感じですか。ああ、じゃあちょっとその時に見させていただきます。はい。なるほど、よく考えられてるなと思いました。僕はですね、ちょっと多分最初にやってたから結構トラブルがいっぱいあって、率直に言うと何にも始まらなかったんですよ、ワンさんの作品は。要するに触れなかった、さっきのでクエスト の, ポジションの設定ができてなかったからだと思うんですけど、だからすごくトラブルシューティングに時間がかかって、でようやくできるようになったみたいな形があるので、すごく率直に言うとあんまりインタラクティブにしない方がいいんじゃないかなと思いました。特に冒頭なんか冒頭で始まらないともう結局何も見れずに終わってしまうから、やっぱり少なくともある程度自動で始まらないと何にも見れないんで、もうやめようかなと思ったらちゃんと初めてちょっとお願いして動いて、で入ってみたらものすごくキャラクターとか魅力的だし面白いんですけど、やっぱりさっきもちょっと機材についての話を雑談でしてたんですけど、やっぱりこうそういうセットアップ、ルームセットアップとか何ていうのかな、エリアの設定とかによってアニメーションそのものが始まらないみたいのはあんまよろしくないんで、それこそこう例えば視点の動きだけでコントローラーレスにするとか、方向だけで選択、何秒で選択させるみたいな風に演出するとすごく良いものになると思うんですけど、やっぱりこう技術的なテクニカルなトラブルでアニメーションそのものがスタートしない、インタラクティブなコンテンツそのものがスタートしないのはちょっとやっぱりそこは改善した方がいいかなと正直言うと思いました。はい、悩ましいところで、そうですね、それこそ3年前ぐらいにベネチアでグランプリを取ったハングマットホームという作品があるんですけど、それこそ VR よく知ってる人たちとかにもやらせるんですけど、冒頭目の前にマッチ箱出てくるんですよ。でそれを掴んでみんなこう鳴らしたりとか投げたりするんですけど、一向に始まらなくて、ずっと5分間ずっとやってる人たちがいて、橋本さん、これこういうコンテンツですか、マッチやったらちょっとこう出して吸ってみませんみたいな、すると気がついてスタートする、物語がスタートするんですけど、どうもそれはやっぱりこうユーザーのリテラシーとその、なんだろう、クリエイターがやりたいことが今噛み合ってなくて、でもその実はそのマッチをするっていう行為がとってもその作品の中で重要だったりするので、そのクリエイターとしてはそれをやらせたいんですよね。でそうなった時に、どこまでこう分かりやすくするか、でもユーザーの多分 VR とか XR ってもうちょっとユーザーリテラシーが上がってくるともっと面白くなるんですけど、そこをどこまでこう下ろして、制作するかっていうすごい今悩ましいところで、だから、僕ボックスがやっぱり触れないまま終わってしまったので、掴めないとかがあると、もうそこからどうしようもなくなる。最初にそのインプラテープのボックスに入る原因は、その後、落ちの選択前に、それは箱を掴む、投げ出すの必要があるため、だから最初にちょっとこの触ってさせて、そのインタラクティブを知った上で、落ちを選択するときに多分無難と思いますね。すごい自分が VR を作るときにクリエイターたちに言うことをちゃんとしてる気はするんですよね。冒頭でチュートリアルなんだけど、チュートリアルに感じさせないようになんか世界に入らせるっていう、でもう一歩踏み込んでそこをもうちょっとこう あれをこう触るとなんかこう楽しいことが起きるんだっていう、 なんかもう少し説明があった方が今の現状はいいのかもしれないですね。ただでももう少しこうで、初心者レベルのチュートリアルみたいなパートを丁寧に、ね、触りたくなるようなとか、そうですね、っていうのもあるけど、やっぱりね、コントローラーがうまく使えないっていう
あのそれは僕でよくクエストやってるんだけど、それでも使えないってことがやっぱり起きるので、うん、そういうビギナーだからっていうと別にそもそもつかめないとどうしようもないみたいなことが起きえるから、まあだからアニメーションの表現的には難しいなっていうのはやっぱりちょっと思いました。でもあのでもモノクロのせで作ってる世界観だったりキャラクターとかすごい魅力的なんで、絵の力すごいなと思いました。うん、まあ、あの絵で言うとね、あの古代中国のさまざまな、あのデザインとか、あの舞踏舞踊とかそういったものをモチーフにしてるって言ってましたよね。なんかその世界観として、うん、単純にどこの文化に近寄るではなくて、うん、逆になんかいろんな文化が重なってる異世界と、うん、考えて、だからその中国の武勇としてあのギリシャ風の建物 の遺跡もあって、まあ、いろいろ重ねてこの世界観を作りました、うん、はい。でもね、最初の初期構想の頃から割ともうあのストーリーボードというかイメージがしっかりしてて、でテーマがすごく今の現代性、社会性をすごく描いていて、まあ、インターネットとかもあって当たり前の世代だからだと思うんですけど、ああいう技術を使ってるけど分断は起きている、それをどう考えるのっていうのはすごく今の若い子たちは本当にそれをリアルタイムで今若いからこそ直感として感じてると思うので、そのテーマをあこういう形にするのはなるほどなと思いましたし、で先ほど言ったこう民族的なものも超えて、あファンタジーだったらちょっと SF っぽい雰囲気もすごくあって、そこがまた非常に VR にはマッチした世界なのかな。で最後こう宇宙が滅亡するんですけど、あそこの宇宙だけ綺麗な色がついてるのがすごい象徴的で、ちょっとねこう明るい色なんですよね。星雲のシーンです、はい。あそこがねすごく象徴的で、はい、その辺は、カーク自身はキュールというツールで描いたので、なんかキュールはこの普通のブランドとかマヤみたいなそのモデリングのソフトと違って、なんかその、痕跡、あのなんかその手触りのなんかその足を、記録ができます、なんかそだからアニメーションみたいな、ブラシができるのがツール、それは一番特徴的なと思います。冒頭の足元のあの2つの丸はどういうあれだったんですか？あそれはなんかその近寄るとなんか A ボタンを押して一つ小人がゴゼラ、もう一つはそれを、あセリフ上は全部ゴゼラだけど、でもなんか音がちょっと違います、そうですね。そしてあのなんかプレイヤーはそれを見て自分の選択、いわゆるなんか潜在意識に委ねて、まあ、どこに行きたいかを決めます。そのあのブラックボックスっていうものが、ね、何を象徴しているものなのかとか、やっぱりこういろいろ思いを巡らせながらプレイヤーって、ね、あのプレイすると思うんですけれども、そのブラックボックスとその小人たちの関係、これが小人たちにどういう影響を与えているのか、でプレイヤーはなんでこれをあの最後キープするのか投げ捨てるのかの選択をどういう根拠でやるのかっていう、なんかそこのストーリーが私は正直言うとまだはあの分かりきってないんですけど、そこがうまく出せると良いなと思うんですけど、あれはそのブラックボックスっていうものは、まあこれあまり言うとネタバレになるのかな、まあそれぞれに考えてもらいたいっていう設計なのかな。あそうね、実は自分もなんかいろんなメタバーを書かれたけど、結局的になんかそのブラックボックスはこの木陰ですね。この世界はもともとこのボックスがないの世界は一つのバランスがずっと維持してる、このプラス、このボックスが入る時点でこのなんかバランスがちょっと、なんか偏るの、木陰であります。そのボックスになんかその以前が平和している世界の中にちょっとこの不思議なボックスに投げるとどのようになるだろう、僕もなんか想像しながらそのアニメーションを作りました。だからプレイヤー遊ぶ人がどういう役割を持っているのかっていうのも多分想像に委ねたいのかと思うけど、あのその他みんなのうちの一人なのか、それともちょっと第三者視点なのか、今だと多分第三者視点だと思うんですよね。その世界を
俯瞰から客観的に見て、何か一つちょっと、まあ、神の視点とまでは言わないけれども、うん、ちょっとジャッジメントしてあげようみたいな感じなのかな、うんうんうん、あ、そうですね。その私は 私の判断がこの小人たちにどういう影響を与えるんだっていうのはちょっと知りたかったですね、うんうん、はい、このゲームの前の部分はほぼその第三者視点、アニメーションを見るだけです。でもなんかその推しの選択地点に入ると、なんかその真ん中の小人が、この箱はどうするか、その質問をプレイヤーに、うん、問いかける。だからその問いかける瞬間はプレイヤーが、あ、私もこの小人の中の一員ということを分かります。あ、一員なんですね。だったらなんかもうなんか自分も彼らと一緒にワーワーやるシーンとかがあるとよりそういう感じになるかもしれない、うん、確かに。なるほどね。完全に僕は異世界の人間だと思ってました。あの世界の中に入った。なので彼らの事情もわからないので、どっちかというと自分自身もブラックボックスに近いかなっていう、うん、でブラックボックスはただの物体なので、意思を持った異星人の自分はなんかそんな争われても困るし、なんかどうにかできないのかなっていうのをずっと思ってるんですけど、そういう気分でやってたんですけど勝手に。なるほどね。そう、それであともう一つは、まあ、ワン君がこの作品作る、まあ、きっかけとなったアニメーションというのが実はあるんですよね。自分で作ったアニメーションですか。それもブラックボックスが出てきて、なんかね、私の個人的な希望ですけど、そのアニメーションもぜひ今度一緒に展示する機会があると、またブラックボックスの解釈が、まあ、それを見てその今回のゲームをやると、なんか非常にこう、解釈が広がるというか、そんな感じはしますね。はい、なんか前作ったのその黒箱というアニメーション、平面アニメーションですけど、うん、3本ぐらいあります、うん、もしなんか VR デバイスに入れば、うん、この終了点の時その没頭に入る、うん、入ってみます、はい、あ、じゃあ今回はその VR デバイスに搭載でまだ間に合ってなかったっていうことですか。あ、そうですね、いろいろな締め切りが追いかけてお父さんはまだ完成してない。そうですね。それはテーマとかキャラクターとかも同じものなんですか。はい、ボックスはなんか一つの手がかりとしてつながっています。なるほど、ね、そうなんですよ。重要なんだ。わかりました。はい、なんかいわゆるゲームのオープニングムービーみたいな、こうなんかそこにこのゲームをやるまでのこうなんかガイダンスというと言い方が違うな、なんかね、心構えみたいなのができる、ね、ぜひぜひそれはチャレンジしてみてください。まあ、せっかくなんで展示するときにちゃんとボックスを作って、それはいいですね。それいいですね。チュートリアルとか裏に。ボックスを書くのなんかヒントは、本当のなんか正方形ではなくて、なんか四次元にあるの正方形がその世界の投影みたいなもの、超立方体。そうそう、超立方体というで書いたものです。なるほどなるほど。中に。もう一個近く、そういうことで展開するとこういう、ね、形になるんですよ、ね、そうですね。実は変形するときもなんか裏の立方体がその一面が出てくる、そして外の立方体が縮んで、うん、また裏の立方体になる感じで、はい、そういう動きですね。四次元世界の立方体、はい、それも超立方体というんです。超立方体、そうです、超次元のものなんです、うん、面白いですね。面白い、なんかこう全然自分はできなかったから悔しい。いや、僕も設定があったんで全然疲れなかったですよね。この辺でやってましたね。多分20センチほど、うん、やっぱりルームセットアップというか、こうクエストで最初の初期設定をとか、あとそのポジションによって、ここで設定したらここでやらなきゃいけないんですけど、うん、別の場所でやったら中心がずれるんですよね。だから触れないみたいな、ずっと遠くにあってそこから近づけないみたいな、そういうのがちょっと VR のちょっと難しいところではありますよね、うん、そうですね、まあ、なんでそれでコンテンツがつまらないと思われると、すごいコンテンツクリエイターのせいではないので、
そこはもうすごく慎重にやりますよね。そうですね、あのフェスティバルやったりとかコンペやる人が一番大変なところですね。そうそうそう、でないとえっってなりますからね、うん、あの大変で、まあでも展示やったらやっぱり、ね、自分でまあワンさんもその場にいてやっぱりちゃんとセットアップしたデバイスを今回もいいデバッグになりました ね, そうですねやっぱり、ね、まあこういう状況は一緒もないです。いや、小人と同じ格好をしてここに資格を、いやいやいや、まあまあ、でもそのさっきの先ほどのオブジェが置いてあるというのはまあ全然冗談でなく、ここが支店の中心ですって言ったらそこにみんなでやるから、やっぱりこう位置がずれると、あのクエストってカメラでそこの場所を認識してるから、ずれるとその中心点までずれてしまうので、あとはちょっと本当は少し考えた方がいいと思うんですけど、立ってやるのか座ってやるのか全然体験違うんで、あ、はい、あ、座るの状態か、その辺は多分他の作品も同じなんですけど、うん、あの手やるのと座ってやるのが全然タイプに使ってくるので、うん、そこもちゃんと展示するときは、はい、指示した方がいい気はしました。はい、はいはい、では頑張ってください、はい、ありがとうございました。はい、それでは最後の作品に行きたいと思います。天さんのダックです。今日はですね、ちょっと天さんがあの都合で出席できていないんですけれども、あのその指導教員である、桐山先生が、ちょっと解説要員としていらしてくださいました、はい、すみません桐山さん、ちょっと簡単に概要だけ教えてください。はいはいはい、あの、チャンヤスリーランポンさんで通称天さんという人なんですけども、タイからあの来ている、国費留学生がしてて、あの、もともとグラフィックスをやっていたんですが、うん、やっぱりちょっとタイのグラフィックスはどうしてももうビジュアルで、ばっかりこうなかなかインタラクティブなことができないっていうことで、日本でぜひこうあのインタラクティブなゲームとか、メディアアート作品を作りたいっていうことで、来てます。で、この、今回のゲームというかこの、この、展示はリップモーションというセンサーを使ってて、で、リップモーションは、まあ、もうだいぶ世の中にあるんですよね、7、8年あるんじゃないですかね。で、すごくセンサーとしては面白いセンサーで、手に特化している分すごく感度が高いっていうか、指の一本一本までこう動きを取れるっていうことで、いろいろ使い方としても面白い使い方を募ってたりとか、してて、まあ、それを見て天さんも今回10月ぐらいからですかね、やり始めています。で、まあ、元々はグラフィックスやってただけあって、まあ、そこが、まあ、こだわり一つのこだわりポイントではあるんだけども、まあ、それを楽しくこう絵と遊べるようにしたいっていうことで、まあ、今回のダックっていう作品になったということです。はい、ありがとうございます。それぞれ皆様には体験していただいているので、まあ、率直にいろいろ感想などを聞いていきたいんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、じゃあ僕からまずキャラクターがものすごくかわいいんですよね。かわいいですよね。ダックのアヒルガチョウのキャラクターがかわいいのと、ワニ敵からキャラとしてワニが出てくるんですけど、ワニもかわいい。でそこもすごい魅力的だし、アイディア、リープモーションで実際に手でこうやってすくってあげたりとか、こう寄せていったりとかしてコントロールするんですけど、そのアイデアも素晴らしいと思いました。はい、だからもともとグラフィックがバックグラウンドの方だってきて非常に納得というか、はい、ただですね、ちょっとやっぱりこうセッティングがすごく難しいものだなっていうふうに思いました。今日も実は桐山先生がセッティングしてて、それでもちょっとね、今一つうまく動いてない、うん、でこれは多分天井の明かりとかかなと今やって思いました。多分普通の僕もリップモーション時々使うんですけど、天井光の加減によってやっぱ全然反応が違ってくるんですよ。あとはまあもしかしたらキャリブレーションの時はそこそこ動いたんで、そのユニティで取り組む時にちょっと取りこぼしてるかとか、どっちにしてもちょっともうちょっとセッティング詰める必要があって、でも詰めたら本当に素晴らしいいいものというか面白いものになりそうで、僕やっぱり
ゲームって UI がもう何より大事だと思ってるんで、 それで言うと手を使う、これはまあすごく好きなタイプなんで、なんとかあのきっちり作って完成させてほしいなっていうふうに思いました。はい、ディープモーションってあれなんですか、ちょっとテクノロジー的にこう広がるもんじゃないんですか、こうもうこのぐらいのデバイスでこの辺りまで撮れるんですけど、はい、なんかそう、あんまりに近すぎたからあの反応が難しかったかなって、ちょっと距離があった方があれだったりするんですか。そうですね、ま、あのエリアが割と限られているので、うん、あの近すぎてもなの で、ね、であの上の乗ってる枠はあのちょっと近すぎ防止のための後からつけたんですよね、うん、ちょっと上目でやった方がいい、でもカリブレーションの時は分かったんですけど、やっぱり乗り出そうとするんですよね、うん、どうしてもやろうとすると、うん、そうすると上半身が映り込んじゃってて、うん、あれはどうも良くなかったみたいな、うん、技術的には画像で認識、画像とそうですね、赤外線が下から出てて、それをあのまあ、立体視、まあ、立体視してて、そうですね、カメラがついててっていうものなんです、うん、まあ、ただリープモーションで扱ってるやつってよく時々手を箱の中に入れててやつがあって、それだと外光の影響がすごい少なくなるからなんだと思うんですよね。だからひょっとしたらそういうふうにするともっと反応良くなったかもしれないですね、うん、結構なんか熱くなってあーとかでやっちゃうアウトオブレンジになっちゃう、手がうまく取れない、手を使うってアイデアとかそれ自体は素晴らしいと思うんですけど、やっぱりうまく取れない、あーってなっちゃうので、なかなかでもこの辺は展示に使うときはやっぱりこういろいろ難しいとこは、そうですよね、やっぱ画面が前にあるからこう集中するとどんどん前に出ちゃうんですね。そうするとこうここが自分の影になっちゃうってことですね、うん、なんか体験設計もちゃんと しとかないとちょっともったいないです ね、なんかコンテンツは面白いのに、うん、でもテーマがやっぱりこうね、あのひなひなっていうか、うん、バッグを抱えるっていうのがこうぬくもりすら感じるじゃないですか、うん、感じ で、ね、でいいテーマ、そうですね、すごくいいと思う、まあ、容赦なくワニにやられちゃうあっという間にやられちゃう相当うまくやらないです、あっという間にやられちゃいます、でもこうやったりとかするのがすごくそうですね、楽しい、人がやってるの見ても面白いっていうのは割と良いな、そうですね、なんか人がやってるの見てるとやりたくなるのでいいゲームだった、うん、そうですね、うん、確かに、うん、それはすごい良かったですね、うん、いやすごく私も楽しくて、しかも可愛くて、で本当皆さんがおっしゃる通りいいゲームだと思うんですけど、一つだけ質問で、八谷さんか桐山さんかな、これをアートとして見たらどういう評価を受けるんだろうなと思っていて、まあ、特にその、ね、あのゲームとして見たらもう本当にもうこうなんかみんなやりたいで、うん、ハッピーになるですごくいい、でこれはアートとして評価されてもでどういうふうに評価されるんですかね。笑っちゃった。アートとして評価する必要あるんですかとか思っちゃいますけどね。あと最後のオチがすごい重要になってくるんじゃないですかね。あ、そうそう、ね。オチが何かあるんですか。いや、わかんないですけど、まだね、あの最後まだあの単純なっておっしゃってたので、どういうふうな最後を結末を持っていくのかっていうのはすごい期待してるところではありますけど。ね、まあ、例えばアニメーションに、まあ、いわゆる商業的なアニメーションとか、があるのとアートアニメーションがあるのと同時に、まあ、そのインタラクティブな映像系のでもアート寄りのもあれば、まあ、全然あの、まあ、例えばさっきのイオさんのやつとかは非常にアートに寄ってると思うんですけど、テンさんはもっと普通にこうやったら楽しいみたいな気持ちいいとかそういう方に寄ってるから、両方別の軸の価値だと思ってるんですけどね。ぶっちゃけ言うとアート部門では評価されないですメディア芸術祭とかでこれやってもでもいいじゃないですかそれは別にだって子供がちっちゃい子供がすごい楽しくやってるんだったらそれだけで価値があると思うので、これのぬくもりがテーマになるところがあってよかったと思います、うんうん、いやきっとなんか高評価のところで君は何このコンセプトは何なんだと何が言いたいんだ、うん、でそのここ君の批判的な視点はどこなんだってきっと聞かれてるんじゃないかなと思ってそれで心配して聞いたんですけど、あ、いや聞かないですね一切あのいやだって先端にも漫画描いてる子とか、まあ、あとは映像研究家に子も多いみたいに、まあ、アニメーション作る子もいるんですよ、はい、でそういう批評的視点とかはやっぱりアートにおいては大事ですけど、僕は全員がアート作るわけじゃないと思ってるので、ゲーム作りたかったら、まあ、エンタメに近いゲーム作りたかったらもうそれでやればいいし、まあ、
その本人が一番やりたいことを全力でできるのが一番大事だと思うんですね。あと かえってこういうこのダックとかにアート性入れてこの素晴らしさがなくなる方が僕は怖いとかって思っちゃうタイプなんで、わかりやすいテーマと操作感と手触り感みたいなところがまさに進行中だと確かにそうです。そうですね、目標のところってことですかね。そう、じゃあね、そうですね、本人がどう作りたいかですけど、うん、まあ、本人がアート用にしたかったけどこうなっちゃいましたっていうとちょっとあれなのかもしれないですね。まれにそういうアートとかも入った、まあ、非常に優れたものが世の中からに生まれることはあると思うんです、まあ、例えば僕 PS クラシックをやっててこうあの IQ、 佐藤雅彦さんの IQ やって、はい、今やってもものすごいやっぱりよくできてるんですよ、うん、ソリッドでかっこよくて、はい、でそういうのはまあたまに天才が作ったりとかしますけど、あの全別にその人が作りたいものがいろいろあるのが多様性だと思うので、僕は別にこういう作品にアートを入れなくてもいいっていう気がしますけど、なんか一つ言えるとすると、そのさっきおっしゃってたそのぬくもりとかそこをもうちょっとこう強調することで、なんかそのクリエイター作り手のなんかこう意思が伝わってくるかもしれないですね。なんかそこがやっぱりあのせっかくあのここの学校で作るものだったら自分自身のなんかこう意思っていうのはやっぱ伝えたいのかなと思うので、単純にその、 あのリープモーションを使ったゲームっていうことだけだとちょっとやっぱつまらない気はするので、その人なりの何かこうなんか尖った部分がちょっとでも見えるといいのかもしれないですね。先ほどあのクリアした時にどういう体験なのかって、僕クリアできたんですけど、なんかそこでなんかあなるほど感があるとよりこう作品になるかなって、あとモノトーンの作品なんで、なんかまあこれをやったらぬくもりの分が赤くなるとか、なんかそういうのがあるとよりこう、あのインタラクションとやりがいの部分が強調されて作品性が増すのかなと思いました。なんかあの2年ぐらい前にあのそれこそ水尻さんが作ったあのオタワムレっていうただた VR の作品なんですけど、ただ単純に気持ちいいだけの作品なんですよね。なんかふわふわしてたりとか、なんかこう卵が出てくるんですけど、それを糸で切る感覚とか、なんかそれだんだんとやらせるんですけど、ただでもそれも感触をすごくこうあの集中していて、でそのなんか体験感を、まあ、水尻さんはその絵とあの体験で伝えたいからやってるんですけど、なんでこれもなんかそのぬくもりだったりとか、そういうものを強調するだけで俄然彼女が作る絵が出てくる気がします。すごい面白いところですね。あの操作感のがこそがアートというか、それを操作に引き込むことのあのなんていうんだろうね、あの能力がすごい、そこに長けてるっていうのはアートとしての軸になれると思いますね。あのさっきのお話聞いて思ったんですけど、まあ、水尻さんの例が一番顕著だと思うんですけど、やっぱりあの例えば全然別の作品見ても名前がクレジットが出てなくても、あこれは同じ天さんの作品だって分かることこそが作家性だと思うので、だから変にこうアートに寄せていかなくていいと思ってるのは、やっぱりその人らしさとかその人が本当に追求したいものが一貫してるっていうのが僕は大事だと思ってしてるんです、で水尻さんのとか、ま、どれ見ても分かるみたいな、一目で分かるみたいな。いやだからなんかあのやっぱりテクノロジー使った後ってやっぱそのリープモーションに引っ張られたりとか、今度はアートに作品を作ろうとするとアートに引っ張られちゃうんですけど、でもやっぱりテンさんが作るっていうものがどっちにも引っ張られないものっていうものがすごい重要な気がするので、やっぱそれでリープモーションを使ってあのアート作品っぽいのを作りたいんだったら天さんがそうやればいいんですけど、どこに天さんはこれの魅力を感じてこれを作ったのかっていうのがすごい重要な気がするんで、その時田さんがおっしゃるすごくあのあなるほどっていうのは その触った感覚っていうのが重要であれば、そこはすごいあのもっと出していってもいいのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、まあ、作家性っていうのを聞きたかったのかもしれないんですけど、まあ、イコールそのまあ、芸大もアニメーション専攻がありまして、やっぱりそのいわゆるこうアート的なあの表現を追求すべきか、産業系のアニメーションを追求すべきかって最初に設置の時からやっぱり議論があったわけですね。で、まあ、最終的にはそのカリキュラムとかいろいろあって、まあ、ショートアニメーションを作るっていうことで落ち着いたんですけど、やっぱりまあ、 あの学生の作りたいものも2通りあるんです。ただあのあえて映画祭って言いますけど、映画祭でやっぱり評価されるところっていうのはやっぱり作家性がより強いものが評価されるので、ちょっとこうエンターテインメントにしたいなと思ってる学生にはちょっとフラストレーション溜まったりするんですが、だからまあそのゲームとか、まあ
こういうインタラクティブ作品の場合、まあ、どういうところがね目指すべきかっていう、まあ、それは学生によるのかもしれないけれども、イコール芸大ゲームコースっていうのはどっちを向いていくべきか、まあ、またはもうそれ両方向くっていうか、それは学生ごとのプロジェクトを一番マックスに叶えるところに目標に置くべきかっていうところは結構今後も議論になるところだなと思っていて、ここ最近なんか学生の人たちが VRAR やりたいっていう人たち増えてきてるんですけど、なんで VRAR やりたいのって言っても理由がないんですよね。で VR とか AR って新しいからやりたいって、まあそれも一つの理由なんですけど、でそういう子たちが作るものってこれって別に VR じゃなくてもよかったんじゃないのっていう作品もやっぱあって、VR で何が表現したいかっていうのがやっぱり重要になってたりはするので、なのでテンさんに関して言うと、やっぱりリープモーションで何が表現したかったのかっていうのが、なんか単純に新しいからっていうことだけだとやっぱりそれだと物足りないので、わざわざ面倒くさいリープモーション持ってきてそれで何を表現したかったのかっていうのがやっぱり一番見てあげないといけないところなのかなとは思いました。なるほど。いやでもこのなんかまあ僕がこのダックの作品見て感じるのはやっぱりシンプルネスっていうか、とにかくシンプルに作ろうみたいなところがあるみたいな、この今オープニング出てて手が相当近づいてるところだけ見ても結構いい感じだったりするので、なんかその作家性はちゃんとある人だなっていう印象はすごくありますね。なんか力強いコメントをいただいてありがとうございます。はい、ありがとうございました。長時間高評価という形で作品一つ一つ丁寧にコメントいただきまして、先生方本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらの方で終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。